カズーヤ当てられそうかな。レベルはコンボ入りそう、入りにくそうだしな。その場合絶対許さないわ。来いよ、いかーい。入らないよ。おお、めっちゃ飛ぶ。フェイジ。おお、危ない。スーパーパンツ。捕まえたら死にそう。危ない。そんなん伝わったらやばいな。どうしようかなこれ。こっちやろ。あーん、かっこいいコンボができそうだったのにー。おやすみ。めっちゃかっこいいコンボができそうだったのにー。その周り絶対入れ、最後確認。その周り見てから余裕でした。これ本当にそう。してくるんかーい。いや、ここで眠る。いた？やっぱ眠る条件っていうのが、まあ、大体2つ3つぐらいあって、まずなんかね、なんて言うんだろう、リーチが長いキャラはもうきつい。これだけで。うん。例えば、まあ、ルキナとかもそうだよね。基本、やっぱ眠るを狙える場所って、空上眠るか、まあ、空上眠るか、その、相手の技に対してガーキャンで眠るか、またもうジャスガンで眠るしかないの。この3つしかないんだよ、プリンが眠るって場所っていうのは。なんだけど、ジャスがした時に体が重なっているキャラは、すごい眠りやすいんだよ。例えば、ウルフの空上とか、ウルフの空上とかは、もう、あれさえジャスがしちゃえば、もう体重なってますから、もう眠れるんよ。けど、やっぱ、ルキナとか、あと今のピーチの空後空前とかは、もうあれ、ただただもうピーチ側に判定がないところを押し付けてるだけやから、あれもうジャスが取っても絶対眠れんのよ。無理無理無理。だこういうキャラは全然眠れんだよ。重いけどね。うん。こういうキャラは全然その眠るチャンスっていうのはまあまああるんやけど。で、プラスもう一つあって、落下速度が速いかどうかも結構でかい。その落下速度が、なんかそんなに、遅くないキャラとかだと、例えば、そうだな、まあ、40% ぐらいで空前とか当てると、なんか結構低く飛んでダウンの展開なんだよ。40% ぐらいで、なんか地上にいるやつにこれ空前パーンって当てると、普通に飛んでダウンするんだよ。だから、なんか受け身読んで空上とか、できんだよ。なんだけど、ピーチとかみたいなふわふわしてるキャラって、もう空前とかしてももうダウンしないんだよ。ふわふわしてるから。ダウンせずにもダウンの余命にならない。だから着地空位が当たんない。うん。だからこのキャラはもうリーチ長いキャラはもう無理。諦めてください。リーチ長いキャラはもう無理やから諦めて、リーチ長くないキャラは、気合でジャスがして、気合でジャスがかガーキャンネムルを当てます。まあ、こういう、ほら、見たでしょ。今みたいに、マリオとかこういう普通のキャラは、空上で打った時に、空上のとかこうやって当てた時に、相手ダウンすんだよ。で、今の受け身も、俺が読めてれば、眠る当てられたんだよ。だけど、やっぱピーチとか、あとロゼッタとか、サムスとか、あの辺ちょっとふわふわしてるキャラは、もうダウンの展開になんない。なんないから、もう受け身の読めになんないから、なんない。あー、ミスった。
マリオとかね、やっぱ近づいてきてくれるから、こうやって。ほら、今のも安さ取れたら、眠りできましたから。ピーチはね、ピーチとかルキナとかもう、ね、ジャスが取るのは無理やから、ね。見てよ、眠りするから。ルケ。ほらね。こういうことができんのよ。ちょろいんですよ、結局。こうやって近くで戦ってくれるキャラには、まあ、頑張ってジャスがとかすれば眠れることもあるんや。でもなんか一生なんか自分の判定がないね、先端を押し付けてくるなんか、潔癖症の奴らがいるんだよ。なんか。ちょっと触りたくない、先端だけ。潔癖症の奴がいるから、奴らにはちょっと眠れん、さすがに。まあ、プリンはね、あの近くに寄ってきてくれるだけで、ちょろい、正直。このキャラからしたら、もう多少近くに寄ってきてくれるだけ。生身で殴ってくれるだけで、全然楽。楽っていうか、もう勝てる余地がある。それ以外の武器とか使用してくるやつら。遠くからなんかリスクなく、なんか殴ってくるやつら、ようなやつらはもう無理。もうメンメンとか、ルキナ、シルクとか。無理無理無理。議論の余地なし。お話になりません。あーごめん、あ、いや、死なない子だ。もう一回ぐらい話してもいいですか。埋もれぞ。じゃあそしたら勝ちやぞ。あん、やっぱ死なないから。死なない間はね、多少話しても許されるというやつですね。あん。眠りたい。眠りたいよ。こうはかって。クッション。あぶ。許せないの？ごめんなさい。あ、重いてー。やめたかね。ちょっと遠いかなと思って。よし。眠る当たりそうなキャラ来た。こういうキャラよ、こういうキャラ。おお、やばいやばいやばい。あばばばばば。弱とは。え、生きてる生きてる。やめてー。オーマイガー。どういよ。かかってたのに。まあまあいいでしょ。なんで。あん。死ぬ？さすがに？あ。なんだなんだ。あ、いいえ、パーフェクト。きついんごな、これ。きついんご。あれ。チャンス。本当にやめるぞ、俺は。そのばかり絶対許さないわ。え？はい。プリンかなわん、カイブラさん食べちゃうから。あ、このキスリンゴ、これ近づけないよー、これ先端じゃねえのかよ。
空気抜けて即死やろ。うますぎる。神のコンボ。お前、天気がきついよ。うん。きつい、きついから勝てないとは限らない。あ、あ、ビビった。来た。きた。あん。逃げてープリンちゃん。ワンネムル。はい。はい。あ、今読んで避けたんだが。うますぎんか？うますぎんか、わし。